はい、皆さんこんにちは。一回途中で電源が切れてしまいました。すいません。もう一回やり直します。母の日のバスケットコンポジションのバスケットコンポジションの、オンラインレッスンキット8800円のバージョンが、もうね、電源をこう延長コードから引っ張ってきてね、 USB から電源挿してたんですけども、その延長コードの元がちょっと抜けてた、先っちょだけ入ってるっていう。一回やったのにね、1個。はい、気を取り直してやりましょう。はい、母の日の企画商品の母の日の企画商品の、ちょっと電源切れたんですよ。すいません、またやり直します。これ残して YouTube にアップしないといけないので、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、母の日の企画商品である、バスケットコンポジション8800円のバージョンもオンラインレッスンキットで、キットで販売することになりました。これ販売する、事情は、今回アイロンに、1000おかん、これ、母の日のギフトの単位をおかん、1おかんにしてるんですけども、1000おかんに設定していまして、今935おかんぐらいなんですよ。935、あと65おかん販売したいということで、なので母の日も期間も過ぎてますし、母の日当日もね、もう過ぎてますし、これをね、母の日のお母さんにじゃない人にも楽しんでもらおうと思って、8800円、びっくりなお値段。そうなんですよ、お母さんじゃない、お母さんにっていう人じゃない、ご自宅にも楽しんでもらえるようにオンラインレッスンキットね、はい、用意してます。はい、じゃあやっていきますね。淡い2パターンあります。2パターン色選んでもらいます。ソフトとゴージャスと選んでいただけます。でダリアを刺すんですけども、ちょっと大ぶりな花、このオアシス長方形に入っているので、ダリアとかカーネーションみたいなね、大ぶりな花がこう端っこの方に来るような感じでこう埋められるといいですね。質問です。明日受け取りをオンラインストアで申し込みするときはどうすればいいでしょうか。明後日到着分を購入していただいて、明日受け取り希望と備考欄に書いていただくと大丈夫です。はい、でバラは、スイートイブピアジェかピンクイブピアジェがこの淡い方のねソフトのバージョンには入ります。これ、ルールがあって、刺すときに必ず匂いを嗅いでから刺すようにしてください。持ったとき匂いを嗅ぐ、持ったとき匂いを嗅ぐ、はい、はい、いいですか。あ、固定メッセージがどっか行っちゃった。大丈夫です、ペーストメッセージを固定してない。バラの香りすごく良かった、ありがとうございます。はい、こんな感じね。もうちょっと下にして見やすくしますね。はい、いや、こんな感じです。バラはちょっと僕真ん中にね、バラ好きなんで真ん中についつい持ってきちゃう。はい、で、カーネーションを入れます。配置はもうね自由にしてくださいね。配置自由です、自由にしてください。カーネーション2種類入ってます。バランスをね、自分で綺麗だなと思うバランスにして出していきましょう。はい、こんな感じ。あれ、なんかすごい光る、すごい光るね。大丈夫、見える、
もう花に花つけときましょう。そうですね、バラの香りを確かめる。そうです、香りを確かめてからやってくださいね。はい、でリシアンサス、リシアンサスが入ります。大きいスペースにどんどん大ぶりな花を入れていくような感じで入れていくと、こういう風に、小さいスペースが残ってきます。小さいスペース残ってくるよ、こうね、ちょっとずつこういう小さいスペース残ってきます。で、その小さく残ってくるスペースに小さい花を入れていくと、まんべんなく上手にね、スペースが埋まってきます。はい、その次ビバーナムスノーボール。はい、スノーボールね、さっきも説明しましたけども、これテイク2なんでね、動画一回電源切れちゃったのでもう一回説明しようかな。これすごく木が柔らかいんで、オアシス、これがオアシスだとしたら、交差したらこういうとこ持たずに、こう近く、オアシスすぐ近くを持ってこうキュ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 って刺してください。で、これ水が下がりやすいので、しっかりめにね、しっかりめに長く5センチぐらい刺せたら5センチぐらい刺してもらうといいかな。この辺かな、キュキュキュッと刺してください。はい、今作ってるアレンジも誰かが受け取るということですね。そうなんですよ、ありがとうございます。アイロニーっていうことだけでも贅沢なのに、タヌキさんのアレンジなんて贅沢なんです。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、こんな感じ、リバーナムスノーボールが入りました。そしてスカビオサ、スカビオサ、これイチゴミルクスカビオサです。空いてるスペースに入れる。でスカビオサ、僕はねちょっとだけ高くしてるんですよね。なんかそれぞれの花が全部同じ高さとかじゃなくて、ちょっとずつね、このフラットな中にもちょっとずつ高さに変化をつけると自然な雰囲気が出てくるんじゃないかなと思います。バランスですね。はい、今こんな感じの配置なってます。明日店頭受け取りの場合、送料とかってどうなりますか？送料ね、1500円一旦かかってくるんですけども、マイナスします。後でマイナスできるので、一回もうそっちで買ってください、買っちゃってください。でマイナスちゃんとしてねって言ってくださいね。マイナスもしスタッフ忘れてたら、もうめちゃめちゃ文句言ってください。おい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 って言って、ぼったくる気かって言ってください。受け取り袋必要ですか？袋ありますよ、袋ご用意できます。はい、今これで、スカビオさんのつぼみを入れました。スカビオさんのつぼみを入りました。さあここに、クレマチスが入ります。クレマチス、クレマチスはこういうね、下の方の葉っぱとか、脇枝の葉っぱみたいなのも使います。花、花はね、こんな感じで花をこうポロッと爆発するんです。一番目の花とかは、だからそれも爆発するのも、一応爆発するのも入れてますから、爆発するのをもしかしたら爆発しないかもしれないし、爆発する場合もあるんですけども入れときます。爆発してもそれが自然なものなので、爆発するのが嫌とかになるとね、花が、花びらが散るのが嫌だから全部花を落として送るとかもちょっとおかしいでしょ。だから文句言わないでください。ありがとうございます。かわいい、後ろからのライトでお花が、白く見えたりします。そうなんですよ、これ、この淡い方はね、後ろからのライトっていうか、この僕の服が濃い色なんで、こっちに合わせると、色が飛ぶ場合があるんですよね。これね、これちょっとどうしたもんでしょうね。これをもうドアップで、これをドアップで見ときます。
僕があんま映んない方がいい、ね、この辺だといいのかな、この辺だといい、僕はもう映らないようにする感じ、はい、今こんな感じになってきました。もうちょっと入りますよ、もうちょっと入ります、グレマチス、はい、これ火災は本当にね、あの個体差あるからね、全然一緒じゃない場合もありますから、当たり外れどうしても出てきちゃいます。全く全部一緒というわけではありません、品種もちょっと違ったりするので、これ谷口さんが見えない、谷口さんいますよ、OK ですか、ありがとうございます、はい、よし、そしてエーボルス、エーボルス、エレボルスも入ります、とにかくこう動きが、全部同じ高さとかじゃなくて、ちょっと動きが感じられる方が、高さに違いをつければつけるほど、自然な感じが強くなってくるので、そういうのが好みの人はどんどんこうやって葉っぱを増やしたり、高さをこうピロピロと飛び出す部分を作っていってもらうといいと思います、ね、で、こういう葉っぱみたいなのもね、たくさん入ってますから、たくさんかな、たくさんじゃない場合もあったらすいません、もういろいろ最初に言い訳しておきます、いろいろあります、今日スナックアツシですか、この後やります、スナックアツシやります、帰って一緒に飲みましょう、はい、こんな感じね、はい、こんな感じ、光るね、光る、このまま行くと今夜のスナックアツシは深夜スタートですか、うん、うん、もうすぐやるよ、もうすぐやるよ、深夜に及ぶ場合が出てくると思います、はい、あと、最後、これはコロニラバリエガータ2個注文したのですが、送料は1回になります、ならないんですよ、あのちょっとこれ1個2個分も同梱はできないんで、2個分かかってきます、ありがとうございます、2個頼んでくれたもんね、すいません、よいしょ、はい、こんな感じで飛び出す部分をたくさん作って、お酒、黒ビール1本飲んだけど、スナックアツシあるなら追加で買いに行こうかな、行こう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 、前回おっしゃったことも何度も解説してくださってありがとうございます、ありがとうございます、はい、こんな感じです、で、2パターンあります、2パターンあって、これがソフト、淡い方のバージョン、こんな雰囲気です、淡い方ね、素材はいろいろ違いますよ、素材はいろいろ違います、はい、で、濃いバージョン、濃いバージョンはこんな感じになります、はい、で、おまかせを選んでくれる人が僕は一番大好きなんですけども、おまかせを選んでくれる人はこのどちらか、このどちらかが届きます、お任せを選んでくれる人は大好き大好きです大好きです、どっちかに偏ると僕ら困ってしまうので、お任せ選んでいただける人大好き、母の誕生日が23日なんですが、その頃にキットはないですね、ないんですよ、もう前倒しでプレゼントしてしまってください、かもしくは別の花を、私の4人のおかんなのに誰もおかんしてくれる年ではないから、自分でおかんしようかな、あ、ちびっこなのかな、ちびっこなの、自分でおかんして、そう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 、自分でおかんして、おかんが花をめでてるところを見せてあげると
僕だからおふくろがうちのおかんがなんでおふくろやね、今おかんおかんさんが言ってるの、あのおかんが花が好きだったんで、あのあ女の人って花喜ぶんだと思って、あの花を贈ることに抵抗がなかったんで、で花屋っていい仕事だなっていうのを映画で見て思ったんですよ。だからおかんの影響がすごく大きいので、あの花贈り男子を育てるためにもお母さんが贈ることを教えるっていうよりも、お母さんがもうめっちゃ花好きっていうことを、あのぜひ男の子がいるお母さんには、あの英才教育をしてほしいなと思います。どっちも捨てがたいですね。どっちも捨てがたい。はい。どちらかって。トーク面白い。ありがとう。お任せ大好き。ありがとうございます。では別の方向でいきます。ありがとうございます。ほぼオンラインレッスンのように丁寧に説明してくれて、オンラインレッスンなんですよ。オンラインレッスンです。この動画を見てもらって、キットが届いた方には作ってもらうオンラインレッスンなので、おかんでもないけど、おかんしようかな。大丈夫です。大歓迎です。おかんじゃない人も、おかんじゃない人もおかんも、自分のおかんにも、全然知らない誰かのおかんにもあげても大丈夫です。花行く、フラビュラス選ぶランがなかったですか、売り切れですか。フラビュラスはね、同時購入できないようになってるのかな。売り切れじゃないと思います。右おかんが好きです。右おかん左おかんね、どちらも、頼んできました。12日ありがとうございます。夫を教育中、あそれいいですね。お母様のおかんなんで、あおかげなんですね。おかげそうです。私もお花屋さんになりたかった。お腹の子花送り男子に育て、ああいいじゃないですか。安産祈願、せがれもちゃんと注文してるかな。ありがとうございます。オアシスは水に、そうごめんね、さっきね、オアシスは水に含ませた状態で来ますか。来ます。オアシス水に含ませた状態で行きます。すごいです。めっちゃ花好きってことを伝えて育ったいと思います。そしてそしてブーケ見たいな。ブーケ今日はやりません。おかんと喧嘩中なんですけど、仲直りプレゼントしようかな。あめっちゃいいやん、仲直り、ね、花送り男子育てます。そうしてください。アツシのおかんは幸せです。ありがとうございます。今日何回おかん言うたかしら。全然知らないおかんにあげる。知らないアイロニーさん、お任せしても最後のお花が届きますよね。ありがとうございます。アイロニーお花がいいって息子におねだりしましたが、どうでしょう。 ありがとうございます。明日母の日、明後日誕生日ですが、お花届きそうもないです。自分でお返しましょう。私がお花と話しているところ、息子たちにお花好きって伝わっているかな。伝わってると思いますよ。伝わってると思いますね。やばい人と思われてるおかんちょっとやばいと思われてるかもしれないですけど、ほんまに好きです。ありがとうございます。ぜひぜひ、はい、こんな感じでオンラインレッスン、谷口千おかん達成するまで頑張って告知していきますので、皆さん、5月4日にお花を受け取りましたが、めちゃくちゃ可愛かったです。いつか谷口さんにお願いしたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。私の花好きは娘に伝わる。そうなんですよ、エトラサロンさんはそれが伝わって娘さんからオーダーいただいてました。サプライズのオーダーをね。おととい誕生日でしたが、おかんは来ませんでした。コツコツアピールしていきましょう。あと何おかんですか。あと何おかんでしょうね。あの65おかんぐらいまでは確認してるんですけど、今結構皆さん買ってくださったと思うので、後でちょっとスナックアツシの時にもう一回発表しますね。見せつけて教育してきたはずの自分もおかんします。自分おかんいいですね。自分おかん、セルフおかんねセルフおかんも素敵だと思います。ありがとうございます。ワンサイドはやりませんか。ワンサイドおかんはちょっと今回バスケットにないので、
青山レッスン5月30日31日はどのような内容ですか？ディプロマコースですね。ディプロマコース、ディプロマコースちょっと僕内容を把握してないので、今30、31が何の回だったかちょっと今わからないんで、ホームページで、あとでスナックアツシの時にもう一回聞いてもらいます。その時までに分かるようにしておきます。どんどん谷口ファンにさせるこの手法参考になる。ありがとうございます。1000オカン達成したら何かイベントしましょう。あ、1000オカン超えたら終わり。1000オカン達成したら僕はスタッフたちと何か美味しいものを食べに行くっていう。明日青山店受け取り注文できますかって、情報が流れてしまってます。あ、明日青山店受け取りできます。明日青山店受け取りできるので、何日か到着分を、明日明後日到着分とかを、例えば10日到着分を購入していただいて、青山店、9日受け取り希望ですっていう風に書いていただければ大丈夫ですので、ぜひ。いい目標ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。冷たい。すいません。でもめっちゃライブでいろいろシェアしてるでしょ。なかなか。スタッフさん何人いるんですか？7人。研修生とかもいるからね、どっちも入れると20人ぐらいいるじゃん。20人もいってないかな、まだ、はい、そうなんですよ。スタッフを大切にする谷口さんが好きな、スタッフ大切にねしてるんでしょうかね。ね、スタッフ大切にしてるんでしょうか。まあでも最近は育成に力を入れているので頑張ります。でもまあ何でしょうね、なんかこう冷たいとこがあるんでしょうね、谷口ね。そうなんですよね。そんな、なんでしょうね。はい、でも今のスタッフたちも本当にみんなアイロニーを良くしてくれようと、アイロニーを一緒に良くしようよっていう人に集まってもらって、で結構僕のわがままでアイロニー、谷口の店を良くしていく手助けをしてほしいっていうことで集まってくれてる人たちがすごく頑張ってくれてるので、もうすごく感謝してるので、僕が教えられることというか伝えられることは、なるべくたくさん伝えたいし、僕ががっつり働いてみんなにゆとりを持っていい話し事ができる環境は作りたいなと思ってるし、いいお給料取ってもらいたいなと思って頑張ります。なので1000オカンという目標を達成したいんですよ。なので1000オカンという目標をね、せっかく立てた目標を達成してちゃんと利益を出して、でみんなに職人になっていって、いい給料を取ってもらって、幸せな花や人生を、進んでいってほしいなと思う、はい、そうなんです。冷たくなんてないですよ。冷たくないんでしょうか、どうなんでしょう。売り上げ気になります。まあでもここでインスタグラムライブで見ていただいてる分には見せていい面見せてるから、いいお給料は大切、本当そうなんですよ。いいお給料すごく大事だと思うんで、目標大切です。ありがとうございます。ファイト谷口さん、ありがとうございます。頑張ります。達成感大事ですよ。そうなんですよ、達成感大事なのでやっていきたいので、ぜひ、アレンジ作ってみてください。冷たく見えるだけだと思います。冷たく見えます。いや、なんかね、なんでしょうね、末っ子な性格なのか、わがままなんですよね。で
自己中なんですよ。あ、そう、自己中なんですよね。でも基本自分のためなんで、アイロニーをいい店にしたいっていう自分のためなんで、そうなんですよね。人に頼ったりするのもなかなかもう苦手なんでね、距離、スタッフとの距離感をこうね縮めるのもちょっとなかなか難しいんですけど、そうなんですよ。分かった、過去に言われたでしょ。いや、言われたとかじゃなくて、やっぱり今までのスタッフたちもやっぱ辞めていったりしてる子たちもいるからね。そう、離職率がやっぱ高かったんで、それはやっぱ原因があるんだろうなと思いますけど、自己愛ないと人も幸せできないと私は思う。そうなんですよ。ありがとうございます。私も同じでなんとなく分かります。自分で自己中言える方は自己中じゃないですよ。大人、いや、そうでしょうね。鼻の水上、ん、水揚げスタッフね、に行きたいです。履歴書送ってください、ぜひ。シャイとかでもないと思うんですけどね。それか甘いじゃん、甘い、そうなんですかね。割と個人主義なんですよね。谷口さんって応援したくなるんですよ。ありがとうございます。だから壺買ってと言われると、はいとポチッと。あ、壺買ってください、ゆきさん。ありがとうございます、スタッフに対して愛があるからこそですよね。愛があるからこそなんですかね。ねえ、うん、そうなんですよ。でも好きですね、好きです、ね、今の人たちみんな好きですね。周りのお花見せてほしい。あ、周りのお花ね、見よう見よう見よう、はい、よいしょ。こんな感じになっております。こっちに淡い方があります。まだね、応援たくさんありますよ。はい、これでも昨日から随分少なくなりましたね。昨日から随分少なくなりました。はい、ということで、綺麗なピンクがいっぱい、そうでしょ。ナニフさんの優しさが作るお花に出ちゃってます。そうなんですけど、もう本当に自己中の男ですけどね。一人っ子なので羨ましいです。ありがとうございます。ありがとうございますから。先月3個つぼ買ってしまった。いいんですよ。あ、我が家ではホスト大変。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。あれ、ゆきさん好きだよ。そんなつぼ3個買ってくれるゆきさん好きだよ。近くにお店があったらいい。つぼ売り屋という職種があれば履歴書送ります。かわいすぎ。明日電車でキットを受け取りに行く予定なのですが、手で持ってる大きさですかと今更気になってきました。あ、袋に入る感じで用意しとくん で、オアシス濡れてるからちょっと重いかもしれないけど、このアレンジを1個持って帰るぐらいの感じなんで大丈夫だと思います。大丈夫だと思います。はい、さあ、もう11時です。ここで一旦この動画、これ YouTube にアップする動画にするので、一旦切りますけども、この後スナックアツシを、宅飲みですね、自宅でお酒を飲みながら、いかにして千おかんに到達するかっていうテーマで今日やります。やらへん。どうする、なんかいろいろ質問してください。ぜひあの話し事についてのこととか、いつもなんか恋愛相談とかね、なんか悪い話とかね、こう谷口は悪いことしてるんじゃないかね、そういう話よくなりますけども、なんでしょうね、そういうんじゃなくてね、あの仕事の話とかしましょうか。
いろいろね、いろいろ聞いてください。ありがとうございます。はい、ということでスナックアツシ初です。楽しみにしてます。あ、お酒用意しといてくださいね。あの、すぐ酔っ払ってしょうもないことを喋ってしまいますけども、ありがとうございます。はい、ということでじゃあ後ほど、ありがとうございました。